こんにちは、ヴィンセントです。今回は6月のクエストダンジョンのレベル14を石化とウルトナ使って攻略していきたいと思います。先月のねクエストのレベル15もこのウルトナ×石化でね攻略したんですけど、非常にね強いあのリーダフレとなっているので、まあ、おすすめですね。ではまずは石化には10連ガチャドラを継承してます。でカリンドラゴンは火力枠とあとは無効貫通のスキルですね。で武器はブラスカで、これ非常に強いですね。スキルがあってウェイも2つあって暗闇耐性もあってっていう感じで採用してます。でナミは属性吸収とか、ダメージ吸収枠のところですね。まあ、7ターンとちょっと、まあ、ちょっと重いっていうほどではないんですけど、まあ、3ターンねこれ継続して使えるのがね強いので採用しました。で武器はアイアンマンの武器ですね。どっかにお邪魔目覚め耐性つけてあげるとあの安定すると思います。でレイランバードは、まあ、あの覚醒無効解除とかあとはまあ火力もねそれなりに出せるしっていうところですね。でスサノオをつけてます。理由は、十字と、チームヒットポイント強化あとは指っていうところで採用しました。でウルトナ1体目には回収の武器ですね。で、フレンドのウルトナには仮面ライダーセイバーですかね。これも非常に強い武器となってます。ではやっていきたいと思います。はい、ではまず1階層です。1階層はウルトナ変身まであと2ターンあるので、最初に石化使ってでウルトナ2体変身させて、でまあおすすめの順番はナミからですね。ナミの裏のヘイストかけて、でカリンドラゴンヘイストすると石化溜まるので石化使って、で最後にレイランバードをヘイストさせて、でウルトナ最終段階まで変身させていきます。でここの段階でウルトナのスキル使ってれば火力的にワンパンで突破できるんですけど、まあ、今回ね変身までしかやれない感じなので、まあ、2パンでね倒すことになります。はい、でここ立ち回りとしてはこの両端ね水に変えられてしまうんですけど、光と水がないと完全に積んでしまうので、石化は光とね、水を組むのが条件にはなってくるので、軽減の真ん中の方に光をある程度ね残した状態で、2ターン目に入っていくと、まあ、より安定はするんじゃないかなと思います。はい、で2階層は今みたいな感じでリーダフレねヘイストが来てしまうので、そんなにね裏溜まっても厄介じゃないようなものをつけるといいと思います。で可能であればここはもう最初にね暗闇超暗闇解除した方が楽なので、光と水もしっかり組みながら可能であれば十字光じゃないわ火の十字を2つ組むといいと思います。でここねワンパンっていうかね一発目に半分近くまで削れると2パンで倒すっていうこともできるんですけど、まあ、今回ちょっとね削り方弱かったので、まあ、3パンとかですね。で半分以上削るとまた同じような感じでリダフレヘイスト15ターンっていうのをやってくるの でそれプラスね属性吸収も必要になってきますね、まあ、なので波は、打つ必要性があるということになります。はい、で同じようにまたリーダフレヘイストというかねスキル使ってヘイストかけたりするんですけど、ちょっとこれ波使うの忘れちゃって、で石化の軽減ループも今貼れない状態なのでちょっとね危険でしたね。一応はいこんな感じで超ギリギリの、はい、まあ波使えばねこんなことにはならないので、まあ、ここは注意してれば問題ないとですね。はい、で3階のサラスバティは覚醒無効が必要なのでレイランバードを打って解除していきます。でロックもね鬱陶しいので、まあ、L 字持ってきた方が良かったかもしれないですね。まあどっちでもいいですけど、まあ、ストレスを少なく戦えるのはね L 字持ってきた方がいいと思います。でこいつは多分半分以上削ると割合ダメージ 150% だと思うんですけど、それプラスなんか結構でかいダメージみたいな感じで来るので、ウルトナ×ウルトナでやる人はリーダフレね
の場合はワンパンで倒すか、それか半減とかね、激減スキル使うみたいな何かしらの工夫が必要になってきます。まあ、石化であれば割合ダメージね強いので、まあ、問題はないですね。はい、で後半まで行くと無効貫通が必要なので、カリンドラゴンを使って倒していきます。で多分次のパターンが1個だけあって、サラスパティの後に火のねドラゴンが出てしまうと、最初の攻撃は耐えれるんだけど、多分軽減ループ張ってない状態で耐えれないと思うんですよね。なのでその場合はちょっときついかなというところになります。違うか、サラスバティの後にじゃないですね、ごめんなさい、2階層の後ですね。2階層の後に火のドラゴンが出てしまうと、要はリダフレとかでヘイスト食らってっていうので軽減張れない状態が多分 2,3 ターン続くので、その3階層で火のドラゴンが出たらちょっと積みの可能性が高いというか、多分積みます。はい、でちょっと解説今しなかったですけど、こいつはね、まあ、残り2になるぐらいまで適当にゆっくり削って、2になったタイミングで、まあ、2になったタイミングでっていうか、せっか使えるタイミングでカリンドラゴンとウルトナ使って、まあ、全力で一気に倒すのがいいんじゃないかなと思います。最後の1とか、まあ、今回もかな、なんかちょいちょい遅延かけてくるので、その辺はちょっと気をつける必要性があります。はい、で今回は5階層に出ましたね。まあ、ここ通常だったらダメージ吸収が必要なはずなので、波を使って倒していくという感じになりますね。で、まあ、そんなに硬くないので普通に2パンで倒すことができますね。まあ、軽減張るもしくは遅延かけるみたいな感じですね。まあ、そうですね、軽減かけてて今の30何万食らってるんで、石化の軽減晴れてないとやっぱついますね。はい、こんな感じで2パンで問題なく倒せます。でボスまで来ちゃえば、まあよっぽどいけるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、PDC にね書いたように43万7000ぐらいかないと最後の攻撃というか、結構ね硬いのでこいつ、まあ見てもらえれば分かると思います。ちょっとね早送りでお送りしますけど、まあ、あとはもう基本的に殴りまくるだけですね。でこっからは最初の1回暗闇食らってしまうので、まあできれば十字で解除しながら殴っていくのがいいんじゃないかなと思います。はい、もうほんとひたすら永遠に殴るだけですね。でこの次かな、この次のダメージをギリギリ耐えれるんですよ、このヒットポイントだと。ここですね、はい、今みたいな感じで43万6900ぐらい食らうので、まあ、そこまでね耐えれるようなヒットポイントにしておいた方がいいと思います。でここからは、まあ、最初1回、まあ、チョロ攻撃して十字で暗闇だけ解除して、で次のラストでウルトナ2回、まあ、石化プラスウルトナ2回使うと、まあ、より確実に安全に倒すことができます。なんかねどうしても多次元とかの印象が強いので発狂してくるだろうって思うので、実際発狂してくるかどうかちょっと分かんないんですけど、まあ、発狂怖いんで、まあ、確実にねウルトナ2体使って倒しに行くといいかなと思ってやりました。まあ、石化持ってる人はねこういう風な編成やってみても全然いいと思います。簡単にクリアできます。はい、ではご視聴ありがとうございました。